じゃあ。え、どうしました？なんかタバコ臭いんだけど気のせい。ああ、5分前にちょっとだけ。タバコやめなよって言ったじゃん。そんなのどんどん機運下がっちゃうよ。本当ですか？そうだよ。成功者はタバコとかほとんど吸わないよ。あと成功者が絶対買わないものが3つあるんだけど、それも知りたい？教えてください。1つ目、自販機の飲み物。スーパーだと78円のコーラが自販機では2倍以上の値段なのに、それを不思議と思わない人っているんだよね。成功者はそういうところまで気を使うんだよね。確かに、何も考えてなかったです。2つ目、コンビニのスイーツ。ジュースを買いにコンビニに行ったのに、誘惑に負けて300円のパフェを買うのも、成功とは正反対の行動だよね。そういう欲に打ち勝つからこそ成功者に近づくんだよね。なるほど。それで最後3つ目、これは正しい使い方を知らないと買った瞬間にただの紙切れになる可能性が高いんだけど、何かわかる？いやー、わかんないです。それは宝くじ。